か恋愛が禁止、恋しちゃいけないみたいな。スカートが長くなきゃいけない。高校はバイト禁止。It's Cathy Cat. There are some very, very strict school rules here in Japan, and guess what? This time we found some even stricter ones. So let's go and ask Japanese. なんか厳しい学校に行ったり、なんかルールあったりとかありました？中学校の頃がなんか恋愛が禁止、恋しちゃいけないみたいな。マジ恋ありですか？でもみんな隠れてやってました。ちょうど青春の頃じゃないですか。恋愛がバレたらどうになるんですか？なんか別れさせられるみたいな。マジっすか？マジっすか？先生が？先生が別室に呼ばれて、いろいろ事情聞いて別れさせるみたいな。すごい。他に自分の学校の厳しいルールは？靴下がホワイトオンリー。その時にも脱がなくちゃいけないって感じ。でもなんかもう言われてさ、誰かが根性を出して、よしピンクで行こうぜみたいな。あ、痛いね。痛い。これはマジ、これはマジ痛い。耳も絶対アウトでしょ。ピアスもダメ。眉毛もそっちダメ。もう全部ダメじゃないですか。実は髪の毛も染めてるんで。あ、ダメね。舐めてる舐めてる。学校行けません。校則は厳しかったです。バイトしちゃダメでしたし。バイトはダメって理由は何ですか？多分進学校だったので勉強に集中しなくちゃいけなかったので、バイトはダメでした。お、結構緩かったですけど、バイトはダメでした。服装も結構自由。他の学校よりかは緩かったと思います。お、例えば何が他の学校と比べてできてたんですか？スカートだけとかは短い方だったと思います。髪の毛染めても OK でした？染めてる子もいました。めっちゃ自由。自分の学校はどうだったんですか？あ、もう染めちゃダメです。月1で服装検査とか、爪も髪の毛と眉毛と全部ありました。眉毛も剃っちゃダメでした。眉毛までもダメでした、ね。爪は何チェックするんですか？長さと塗ってないか、磨いてないかとか。自然にちょっと長すぎたら先生がピピって来ちゃうの？そこで切られます。爪切りで。先生が？で、またそれとかもう切ってきてって言われて、後日にもう一回検査があります。爪の検査はどうやって爪の検査してたんですか？先生が前に立ってこうやって手の甲を見せて、ここから爪が見えたらアウトです。どうも私は絶対アウト。私から見えたらアウトでした。すっごい短く切んなくちゃいけないってことじゃない？そうだね。あと耳の検査。耳？ピアス開けていないか。ピアス開けちゃうダメ？ダメでした。高校でも全然ピアスダメで。ダメでした。嬉しい。で、開けた人いました？学校に。その人どうしました？は、それ以上増えてないか確認されてました。結構女性だけに厳しいような気がするんですけど、そういう男性もですね、靴下何色かとかも全部見られてました。男子も女子も同じです。爪も眉毛も。スカートが長くなきゃいけない。どこまで長く？膝下。おー、かなり長いですね。先生がチェックしますか？チェックします。なんか定規持ってこうやって。定規で測っちゃうんですか？毎日？毎日じゃないです。学期ごとに最後の日とかに先生が測りに来ます。じゃあそれに合わせてその時に下ろせば。そうやってやってました。髪の毛染めちゃダメ。染めたらどうになるんですか？染めたらもう怒られて、黒染めしろって言われて。同じ学校です。みんな同じか。なるほど。他に何か厳しいのありますか？ピアス開けちゃダメとか。開けたらどうしますか？開けたらもう取れ。耳ちぎられる。あ、もうなんか学校に入る前に開けちゃった人はどうしますかね？まあ、つけてきちゃダメ。アクセサリー禁止。でも私もめっちゃアウトじゃないですか。もう2回開けちゃってんで。アウトですね。アウトだ。大学。アウトだ。大学。女の子だけの学校に行ってました。爪とかメイクとかはどうですか？大丈夫？ダメです。もうみんな化粧しないで来てました。携帯出したら没収でした。
あれもう出すだけでもない？え、夏、あの休みの時間とかはどうですか？ダメ。え、お昼休み携帯いじっちゃいけない？ダメでした。お昼はクラスじゃないと食べちゃダメだ。なんで？え、違うクラスの人とダメですか？食べちゃダメ。机くっつけて、そう、みんなで班で食べるクラスの中で。え、でも隣のクラスの人とお昼食べちゃいけない？隣のクラスに入っちゃいけない。なんでですか？理由が分かんないですね。え、厳しいよね。入っちゃいけなかったです。でも厳しい学校だと思います。日本の中でも厳しい学校のだとは思うけど、入っちゃダメだった。服装とか、制服のスカート折っちゃダメとか。今折っちゃったんですか？折ってました。折っちゃったらなんか先生に言われるんですか？言われます。生活指導みたいな、怒られて反省文書かされて。厳しい。切符みたいなもらって、1週間になんか2枚みたいなの貯まったらなんか1時間正座させられたりとか。キップでディズニー行こうじゃなくてマイナスキップみたいな感じ。そうです、やったことありますか？ないです。って感じですね。1個もらったことあります？あります。あります。焦るんですよね。髪型とかですかね。その色だったり、女子だとスカートの長さとか厳しかったです。じゃあ男性は絶対染めちゃいけなかった？そうです、はい、そうですか。ちょっとだけ茶色にしてもバレますか？そうですね、結構目光らせてます、ね。それバレたらどうなりますか？まず黒染めしろって言われます。しなかったら？しなかったら、まあその先はちょっと分かんないですね。そこまでみんなやっぱり、はい、してたんですね。今まあ結構先生とか、なんか親からクレームとか来るから、結構慎重になって、あんまり最近は生徒にあんま厳しくしてないような気がします。高校はバイト禁止、なんか文武両道って言われてて、多分それでバイトするとダメみたいな。バイトしてバレたらどうになるんですか？退学か、お叱りを受けます。厳しい。スカートの丈、膝下みたいな。どうやって先生チェックするんですか？膝が出てたらアウトみたいな。で、アウトだったらどうになるんですか？スカートって。スカート、スカート。アウトの代わりにスカート、スカート。おい、スカート下ろせよみたいな。折ってて、で、短くしてるから直せてて、下ろして全部ブルブルブルって過ぎたら上げるみたいな。そっか、終わった。先生のバイバイした時にブルブルって。あと目、カラコンとかアイプチも、目チェックしづらいじゃないですか、こうやって見て。先生が、え、めっちゃ恥ずかしいじゃないですか。一人一人こうやってやって、耳、髪みたいな、スカートみたいな、前髪も止めて。眉毛より上なんですよ。ん、眉毛が見えるぐらいだよね。眉毛見えるぐらい。え、なんでですか？目にかかる。そうそう。目にかかっちゃうから。あ、勉強できないみたいな感じ。邪魔みたいな感じなんですかね。厳しい。超厳しい。え、じゃあもう私のアウトです。アウト。あ、じゃあちょっと検査してくれますか？まず髪色アウト。前髪アウト。カラコン。あ、ってカラコンしてない。あ、これ本当の目です。めっちゃ綺麗。あ、じゃあメイク？メイク。メイク。メイクアウト。耳アウト。スカート。オッケー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 。あー、先生に叱られそう。髪型がやっぱあれですね。ツーブロックとか禁止でしたね。ツーブロックって何ですか？あのこっち刈り上げて、刈り上げるのとかダメでしたね。ですか？スタイリングはまあ OK でした。染めるのもダメ。沖縄だって。でも沖縄暑いので、制服とかのかな、切り替えとかなんかルールありました？結構沖縄って1年通しても暑いのが多いんで、夏服が冬服に変わるのが11月くらい。で、それ日付が決まってあるってことですか？ああ、そう半ばぐらい。半ば。逆に寒かったらどうしますか？もっとなんかもうすごい9月が超寒いとかありない、ないかな。自分の家からジャンパー持ってきて。ああ、それ OK です。ダメなんですけど、バレないように。ダメなんだ、ジャンパー着たりとか。あったらダメです。学校で着たらダメなんですよ、中で。もう全部の質問でした。ありがとうございます。So,
know the strictest school rules here in Japan, most of them start with the visual. You really have to wear a school uniform, and it's not just the uniform that cares, also your whole appearance, how long your fringes, how your eyebrows look, if your ears are pierced, if your hair is dyed, if you're wearing colored contacts, everything is getting checked, even the length of your nails. And I would have failed that test so many times with everything, as you'd seen. Also, what a friend of mine told me, she was also in a school where it wasn't allowed for the people to date each other, and that was high school. So what happened is her friend was going out with a boy in her class. The teachers found out, they called the parents and the girl, but only the parents of the girl and the girl, to the teacher's office, and they pretty much told the girl that she is distracting the boy from studying, and that's why she should break up with him. That is a very strict school. So any very, very strict school rules in your country, let me know in the box below. And we've done this video with a couple of certain of other people, so if you're curious about that one, we put the link in the playlist so you can find out about more very strict school rules here in Japan. I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe, and I'll catch you soon for another video on Ask Japanese. Bye!